というわけで今日はゲストにですね、はい、これ賞をもらえたんですけども、これすごい賞ですよこれ、うん、はい、ね、ちょ紹介してください。はい、NHK 新人落語大賞を受賞されました桂三度さんです。どうもどうも、よろしくお願いします。ありがとうございます、三度はもう、まあ、入ってからもうすごい、まあ、ちゃんと一からやりましたからね、ちゃんと修行を、はい、まあ、一応、はい、はい、なあ、一からやろ。いや、はい、一応師匠のそうそう、はい、とこ行ってやね、はい、それから、はい、あれ、繁盛亭にも来てたもんな。あ、楽屋番という、まあ、雑用係ですね、はい、もう何回かやらせていただきました。はい、だから初め来とった時にはな、傘たこでしゃあないやな何してんねんな思ったんやけど、まあまあそっからやった方が、はい、ほんまはいいのかもわからんね。はい、そうですね。で、俺らが言う、はい、その島の内寄せっていうのがあって、はい、それで教会ね、うちの師匠が作った島の内寄せに教会でずっと、まあ、寄せを作るまで、あの畳を引いたり全部してずっと何年かかやってるわけが、はいはい、まあまあテレビも出てラジオも出てんねんけど、それはもうやるって、はい、そういうことやってて、やっぱり何やろ、暗黙の中でこいつはそういうとこからスタートしてんねんやっていうものがあんねやろな、やっぱこれどっかに。はい、うん、まあ、そう、僕はびっくりしたんですけど、その繁盛亭ね、寄席小屋の雑用係やってんのは、うん、同期とかもやってるから、うん、当たり前やなと思ってたんですけど、ものすごいいいように言ってくださって。まあまあそうやろな、まあ、はい、いやいや、これはまだ難しいやんか、もう鍋熱で世に出てる、ね、まあ、世に出てるねんけど、また一からっていう感じで、はい、うん、だこの間、たけし兄さんに勧めて、そんな話し家にね、なりたかったら、一からね、その楽屋パンからやれよ。いや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 、それはどうですか。いやいや、あの人やってね、はい、いや俺そうマジで言うたよ、やって、うん、そこをやってから、はあ、やっぱり300年人抜きで真打ちになれるね。なれるよと。そこをしてないとまた言う人言うからね。前座修行言う人もなかなかすごいですけどね。いや、まあまあそんな言うよるやつもおんねんと、はい、それ余計、まあ、余計、まあ、竹さんに言うかどうか知らんけどもやな。の、でもまあそれは何年っていろいろ、いろんなやつおるもん。いろんなやつおる話かな。はい、はい、まあいろいろ、いろいろ。だから、サンドは言いにくいやろうけど、はい、俺らはもう、一からずっと知ってきて、こう教会が出来上がるところからずっとおるからやで、はい、俺らには言わんわいな、もうそりゃそうだよね。急に横入りしたわけでもないねんからね、相談役やけん。で、まあだからもう極端に言うと、はい、分子のお兄さんにもいろいろ言う人が、まあ、若い頃言う人いっぱいおったよな、はい、三子が、はい、で今分子になっても、はい、平等や、教会という一つの民主主義の平等やから、はい、いろいろ言うやつおるわけやんか、ね、いろいろというか、まあ、自分もあんま何もせえへんのに言うから、俺もよう、お兄さんそんなんね、言うたよろしねやんかと俺がね、言うてたんやけど、俺会議出られへんからね、俺あ、もう副会長やってても、はい、ほとんど出られへんからやね、だけど平等や思うから言うわけやんか、あれしてくれこれしてくれと。自分ら何もせんのにお前それ言い過ぎやで言うくらいまで言いよるからね。そうですね、だから僕は自分のことは何言われてもいいですけど、うん、師匠のこと陰口言われたらめっさ腹立ちますんで、はい、はい、だいたいあの人とあの人許さないぞと思ってます。はい、いや、おんねんで、そんなそういうこと言う人がいるんですね。だから俺ら別に聞いても聞かんでもどっちでも思うからやな、はい、けども昔からずっとやっぱおんねんで、そんなことばっかり言うてるやつおんねん。でなんかプラスなことをしはるかって言ったら、ね、先生ね、はい、だからね、本当に俺らはねプラスなことはでけへんけども、とにかく、まあ、協力ね、お兄さんの、まあね、協力っていうか、お兄さんに言われたからね、お前副会長やれって、うんうん、副会長やれ言うたって急やで、あれも、いやいや、でも、もう世間が認める会長副会長っていう感じでしたよ。はいはい、いや、だ俺はほんま木曜日のか、また木曜日やねん、その教会の会議が、はあ、ね、俺木曜日いいと思うやん、もうどうしようもないちょっとそれやめてっていうか、だかその代わり月に1回飛び入りで出ると、お兄さんが会長の時にはずっと時に、うん、月に1回飛び入りで出るって言うんだけど、うん、飛び入りで出たってやっぱり迷惑や思う人もおるわけよ、急に来やがってみたいな、何年って、それは分かれへんか、そんな、だから言うといてや言うて出んねんけど、はいはいはい、それと鳥の人に電話して今日出るから あれさしてくださいって言うて出んねんけどね、うん、でもお客さん大喜びです。そうですよね、絶対、はい、そう見たい、遭遇しましたけど、うん、はい、まあ
喜ばはんねやろうけども、まあ、うん、出番の人たちはどう思ってはるか分からへんわけよ。まあどうでもいいねけどね、うんうん、そうですね、うん、はい、うん、まあ、どうでもいいね、もうどうでもいいね。ほんまね、俺こんなキーやからいけてんねやろ。、はい、まあ、どうでもいいというね、優しい、すごく優しい、どうでもいいなと思うからね、はいはい、うん、そやけど、まあ俺はこうサンドがあのこの世界入ってくるとほんまに嬉しいし、はい、ありがとうございます。いやいや、マジで嬉しいね、ありがとうございます、はい、だからどんどん行ってほしいやん、はい、ね、でこうやって賞取ったからほんま嬉しいなと思ってやな、はい、お兄さんもきっと言わんやろうけど言うてくれた、なんか、はい、もうお褒めの言葉と、うん、僕ほんま師匠のこと好きやなと思ったんが、うん、おめでとうと、よかったな、今度頑張れよ、でももうちょっとこうした方が良かったんちゃうかから、うん、お前も良かったけど俺今こんなん考えてんねんって自分の間を言わはって、うんうん、なんなんこの弟子に対して負けへんぞみたいな、このパワーすごいなと思って、はい、好きです、はい、いやいや、す、あの、はい、すごいよ。だから自分の、まあ俺もいつも言うんだけど、チンゲーいうネタあんねんな、俺、はい、ね、名作チンゲー、はい、名作、はい、でチンゲの最後のオチがね、はい、サインの方にチンゲと書いてあるっていうのがオチなんや、うん、でそれはもう笑うねんけどね、はい、ふっと降りてきたら文士のお兄さんがあれ様付けと、うん、サインの方にチンゲ様って書いてある。なるほど、これダーくんねん。なるほど、もうそういうね、一瞬やねん。はあ、すごい、うん、だかっこいい。今いい話だ、ね、いや 俺はこう、うん、まあ、高校の連れの話やから、はいはいはい、チンゲって書いてあるで行こうかなと思うんだけど、うん、まあ、けどね、チンゲ様でっていうのは、うん、確かにそれ、まあ、言うても言わんでもええねんで、お兄さん、俺に、うん、そうですね、それ言うてくれるのすごいよね、うん、すごいすごいです、はい、この間ザ・ボンジさんにも言うてはりました。いやすごいなと思って、でマサト師匠がはいって言ってあざますみたいな感じで、いや、あの、はい、てっかくやん、はい、そうなんですよ、はい、あのこっちの、だ、いやそれは文珍兄さんも言うのよ、はいはい、文珍兄さんにも言うてもらうよ、南郷兄さんにも言うてもらうからね、言うてもらうこと多いな。言うことないですね、言うこともあるでしょ。言うて、いやほんま、だから、いや何が言いたいか言ったら、やっぱりそういうぐらいのレベルの方は、はい、なんこいつをもっと面白くさせてやろうという思い、妬み、そねみがないわけやね、ね、だから、まあ、ある人がおるかどうか知らんで、うん、知らんけど、そんないのよ、それは、うん、本当に、ほんで、一切そういう人たちは何も頼んできゃはらへんしね、うん、まあ、まあ、あえて言うと、その、何にもしてないのに頼んでくることばっかりの人もおるもん。なるほど、なるほど、これは本当に、まあ、はい、まあ、ね、回り回って頼んでることあるかもわからないけど、いえいえ、そんな頼んでも、あの、まあ、極端に言うとその人損ならない頼み方するよね、はい、で、まあ、損得はないねんけど、はいはい、この人頼んでばっかりじゃない人おるよ、はい、ほんまにそうですね、でもだから行かないもん、いやそれちょっとこれで行けませんって、あのスケジュールで断るの嫌やからね、うん、なんかやっぱりちゃんといけませんって言ってるから、うんうんうん、あ、それ勇気ある断り方ですよね。いやそれから何遍もやってるよ。あ、そっかそっか、我慢して我慢してとかやって、何遍もやってるよ。何遍も言ってない。でも何遍もやるから、もう向こうもなんかだから、まあ、まあ、女性で言ったらこいつ簡単に抱けるなってみたいな思ってきて、でもね、それはね、抱かれる方はものすごく分かんねん、抱けるな思ってるなと思ったり、ただもう一つはこの人をね、お金のために呼んでるないのもあんねん、嫌な言い方で、ちょっと集めて、もうそこはいかないもん絶対に、はい、この人もやっぱりプラスにならないといかないっていうの、客集めたら金入ると思ってる考えのところに絶対いかないからね、はい、だからそういう人は、あの終わったのピロートークも短いんですよね、多分ね、師匠に対してよかったよっていうね、フォローがないんでしょうね、そうそう、来てくれたらええと、ね、それからだから断るよね、まあもう大概1回は必ず行くけどね、はい、あの行こうか言うて、まあ、下の子でも上の人でもね、お前も頼まれるやろ、頼まれます、はい、まあ、でもあの僕はまだ場数が必要なので勉強やと思って落語は安くでも言ってますね、まあそりゃそうやろな、はい、うん、でなんか船の営業で、うんうん、1,2,3 をやってほしい、ちょびっとのお金で、いやそれは内心ふざけんなよって思ってます、それはもうだからこれそうなん、そのだから落語のことを思う、うん、俺らは師匠のとこ入ったから
落語をまずね、落語って落語をやることじゃなく、落語とに対してのあのやっぱり敬意がないところにはいかないもん。うん、うん、はい、分かるやんか。あ、この、まあ、1回目はもう知らないけどね、はい、全然関係ないやんいうのあるやん。 あります関係ないとこから来るんですか。関係ないやんいうのあるよ。え、うん、どういうことですか。まあまあいちいち言わへんけども。いや、面白いっちゃ面白いですね。面白いじゃん、俯瞰で見たら、ね、あ、なるほど。あ、俺分かってないなと思われてるなというのあるもん。こんなんね、やっぱりね、あの自分ではおかしいけど、あのやっぱり売れてる人間とか早く出た人間は一番その辺敏感やもん。はい、いや、そらそうです。あ、こいつちょっとっていうのあるもんね。いや、そら話し家さん同士は別にええで、まあまあ百歩譲って、でも普通のところの昔の知り合いとかそんなんも言うてくるのもそれはいかへんでっていうのあるやん。はい、そらそうです。はい、だからここは難しいと思うよ。その鍋圧の時にのとこと、それからサンドの時ね、うん、だからようやくサンドになったやもんな。うん、もうむちゃくちゃされてます。むちゃくちゃされてます。会社か、あの事務所からもむちゃくちゃされてます。芸歴がリセットするのはいいんですけど、はいはい、ギャラもリセットされまして。ギャラもリセットされて、びっくりしました、ほんま。はい、ギャラもリセットされて、営業のギャラがこれ若手のギャラやないかいってなって、うん、で、いやいやって一応お願いした。それは言うたんやね、まあ、ほんならなんか週に1回営業分20人ぐらいで会議してるらしいんですけど、うん、その議題の1個にあげるって言われて、いや、もうそんな恥ずかしいのやめてほしいってなったんですけど。サンドは鍋圧の時とサンドの時で買えるかどうかだよね。そうです。今サンドは低いです。あの、で、鍋圧まであげるか。で、僕もそこまでは言わない。あの、間を取ってくれ。よう考えたら鍋圧もお前やのに、鍋圧全部同じ人なのに。それで変わるんですね。ほんで会議にかけられた結果ダメだってなった。じゃあリセットのまんまですか。で、僕もすねて、じゃあ営業行かないっつって、うん、はい、すねた状態でもう冷戦が続いております。鍋圧で呼ばれる、もう鍋圧では行かないんやろ。はい、鍋圧ではな、もうサンドやから。はい、あ、それがね、あの全然やる気がなかったんですけど、うんうん、あのそのチンゲ様のお話じゃないですけど、うん、去年から師匠がやたらあの3をやれって言ってくださってて、で、まあ、基本師匠の言うこと絶対し、うん、でもその師匠がそんだけ言うってことは絶対これすごいんやって信じて、ずっと今あの去年からやってるんですけど、今のところ何もないです、はい、いやでも、いや、それは正解思うよ、はい、ほんまに、うんうん、あの何も鍋圧を消すわけじゃないやんか、うんうんうん、鍋圧ってサーンというね、うんうん、あんな誰もあの発見せんようなもん発見してやで、うんうん、あの世の中のもう言うたら、ね、流行語にもなり、そうですね、まあ、サーンいうのね、作りました。あんな小さいことも言うてたやんか。言ってました。それを捨てる必要はないし、うん、それはやるべきやと思うよ。あ、はい、ありがとうございます、うん、助かります。いやいや、まあ、マジでそれやったらええねん。それをやったやで、はい、あいつまだ3やっとんな、はい、そんなおんの、そんなやつ今あのいてんの、あの 今ポロって言いそうになりましたね。危ないっす、危ないっす。この人やったら言うても大丈夫かなみたいな、これギリギリの人ね、いらっしゃるじゃないですか、落語界で。この人やったら大丈夫かなみたいな。危ないっす。いや、なんかそれはもうほんまにあの両方使うべきやもん。それやったらやで、そんなもん、うん、まあ、うちの親さんなんかそれごっつ反対したけど、うん、副業ね、はい、副業、うん、あの芸人の動向じゃなく、その違う商売をして、お前落語もやりながら、うん、例えば、まあ、政治家もやるとか、そんなんごっつ嫌い、うちの親さん嫌ってたからね、うん、そやし、どっかその店をやるとか、今はもうなんでもみんなやるやんか、やってもええわけやんか、でもうちの門下は絶対そういうのやらへんからね。うん、質問していいですか。もうずっと聞きたかったやつなんですけど、うん、師匠、あの、まあ、ドラマとか映画で賞、まあ、も取ってて、うん、それ全部落語に返ってきてるな、相乗効果になってるなって思われてます。それはね、何でしょう、そのね、なんかすいません、いや全然全然ガチの質問すいません、マジでガメだ。それはだから言うたらアカデミーの、まあ言うたらね、はい、あの主演男優賞とかね、はい、そんなもん取ったりするから、はい、いろいろ7冠取ってるわけやんか、はい、7冠ね、はい、7冠取ってるわけ、はい、でこれね、あの変な話やけどギャグに使えるわけ、ちょいちょい、あの、いや、その落語界で言う、落語界で言うても別にそんなあれやけど、俳優と
今若手の俳優と出るときに、はいはい、例えばあの鈴木亮平ね、はいはい、あの大河の主役やんか、はい、お前撮ってんかとあれお前ですか、向こうボロカスに言うやったらね、はい、言うような芸人の感じやから言うよやんかセリフをね、お前な撮ってんかと俺はなアカデミー賞、はいね、キネマ旬報、はい、何や賞言うて言うたってじゃあ飲んだカッシャーって怒んねんけどでそれは一つ誰か対誰かおったら、うん、舞台出ていった時にちょっと笑いになるわな、うん、それは、うん、だけどでそれはねもうそいつらとのコミュニケーションの取り方っていうのが、うん、すごくあのまあもうさ俺が取ってええとかどうかじゃないねんけど、なんかそういうことはあの話し家の中でもそんな業者いないから、いや、はい、そうですよね、はい、だからそれちょっとおもろいなと思うんやんか、うん、まずそこから、うん、まずそう別にそれが何かプラスになるとかどうとかいうより、まあでもそうやな、やっぱ履歴書の中に載ってるか載ってないかっていう感じはあるわな、それは。すいません、これあの本番でする質問じゃなかったですね裏で聞きました、すいません、全然かめ、何でもいいね、これで僕ほんまね、あのベンチャラ言うわけじゃないんですけど、師匠の落語を拝見した時に、うん、いやもう演技力がちょっと他の落語家さんと、いや他の落語家さんもめっちゃ素晴らしいんですけど、いやもうちゃうやんってなったん、うん、思ってもうたんですね、うん、で今これずっとあの目線を合わせず喋ってますけども師匠とね、ほんまにこれはあのガチすぎてほんまに本番でする話じゃなかったですね、すいません、いやいや全然かめ、そうな、いやでも何言いたいか言うたら、はい、話し家全般にやっぱりね、あの本当に人見知りが多いのよ、案外よそ行くのは。で俺それなんやんか、確かに、はい、俺んなんでやっぱりね、開くことってやっぱりすごく戦いもできるわけよね、いろんな人と。開いてるから、はい、んもいや、ここにパクッと入れたら、はい、何ぼでも戦えるいうか、あ、入れるんや、パクッとパクッと入れるっていうね、そのテクニックはいいですね。いやだからやっぱその経省略で鶴瓶イズムと言いますか、そのなんか面白そうな匂いがしたらしんどくても行くみたいな、あのイメージあるじゃないですか、はいはいはい、で鶴瓶師匠ぐらいの人がそれやってんのに、僕らみたいなクソ若手が何楽してんねんと思うから、うん、もうめっちゃしんどいんですよ。だから嫌な方嫌な方に行くんですあの飲み屋とこでもね、うわこれ近づいたら喧嘩になりそうと思っても、うん、このまま帰ったら思んないから、いやそうそうそう、それでええねんか、いやもうそんなだからすぐ呼ばれたらすぐ行くよ、うん、そうですね、今でもそうです、すぐ行く、もうこれしんどいんちゃうかって人は言うけど、全然それ呼ばれたら行くよね、はい、もう飲んで帰って寝ようかな思ってて、さだまさしとまっちゃんに呼ばれたら、そうそう絶対面白いですよね、絶対面白いから行くやんか、行くと楽しいやん、はい、なら向こうも喜んでくれるやんか、はい、もう寝ようと思っとったのに来よったでとか、はい、で三振独演会の時に俺が、はいはい、鍋やっちゃうわ、サンドがおったかどうか、俺の独演会の時にそのあの虫のお兄さんが来はったんや、打ち上げのところに俺のとこへ、はい、ね、バタッと、はい、たまたま上にいてんでいうことで、でそう言うて、でいや俺これから俺打ち上げしてた時、はい、俺これから銀座へ行くねん、銀座の何々言うとこへって言うてな、あお前打ち上げしてるから無理やなって言わはったから、はい、あまあ、うち俺の打ち上げやからね、はいはい、で向こうへ出はった途端に俺はそこのとこ店向かって、そこにあったセーラー服着て、それでずっと座ってたよね。はい。もうめっちゃ喜ぶね。いや、そらそう。セーラー、なんか何か言って、セーラー服着て、座ってじーっとしてたら、はい、あの、わーっとお兄さんが来て、まあ、向こうの人は言わへんが、うん、わーっと来たら、うわーってめっちゃ喜ぶよ、ほんまに。そらそう。打ち上げおったんちゃうか、いう感じやんか。それがめちゃめちゃ、いやいや、しかもセーラー服、セーラー服乗ってます。で、ね、ほんで俺はやっぱり、まあ、三子分子に喜ばれるのがめっちゃ好きやし、うん、だからもうそれ、まあ、俺も恩人やから、ね、ヤンタン入れてくれたあの人やから、あだから三四郎も呼んだやんか、三四郎さんが出てたんですけど、うん、なんかのえ
粗相があったんですか。いや、ない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 全然ない。なんか小さい自慢ばっかりするでしょ、あの人。アイレシアから言えるんですよ、ね、本人にも言ってます、はい、ここにいてた時に、はい、あの藤原いのがおって、前のディレクター、はいはいはい、藤原とあの渋谷が変わる時に変わったよな、あいつ。そうですよね、あら、うん、あ、そっかそっか、その藤原さん、だから藤原が連れて行ったみたいな、あいつ。なんでや、なんで変わった、なんで変わったや、なんで変わったし、あんな藤原やわ、藤原。理由は分からないですね、道連れ、道連れ、道連れ。いやいや、まあだからそういうのよ、あんま誰かが喜ぶっていうことにまず、はい、行くっていう感じだな、はい、じゃあそれは下の子でもいいのよ、はい、いやだからそれはもう最高です、すごい最高なんですけど、ほんまにね、いや全部死闘てした方がいいで、あ無理にね、はい、そう言ったら確かに俺死闘てしてるそんな強いもんないで、いや、これ一回ね、ほんまに真似して死にそうになりましたけどね、あの間違い電話の方の結婚式出たみたいな、はい、その話聞いてすごいなと思って、はい、え、ご存知ですよね、はいはい、あの、あれ姫路のね、はい、姫路の人で間違い電話でかかってきて、何遍も間違い電話というか違う違う、あ、その間違い電話の人はあの間違い電話の人じゃないのよ、あ、すいません、それはあのね、はい、あの勝手に家出て行かはった人やね、繁盛繁盛亭やってた時に前から 2列のとこに急に大きな荷物持って出て行かはったんや、15年の繁盛亭の俺一番の鳥、最後の鳥やったんけど、はいはいはい、どんどん押してきて遅なったんよ、でその人は新幹線のさくらいうのを乗って大分に帰らなあかんねん、で俺のまあ一緒に行くしゃばったけど俺の見れるかどうかいうので電話しといたらあの劇場の人は何時に終わる何時に始まるって出番変わってくるやんか、ほんでもう俺の途中でもうやむわなく出ていかはったよ、かったいなおばはんやなと思ってたらおっさんやってんね、でそれを俺はあの知らんかってそっから手紙もらって、ほんであのまあ今でも付き合ってるけど手紙もろて実はこうこうこうで私男やってるんで今度京橋で結婚するいうからそこへあのビデオテープと 花、はい、花やったけど、はいはい、でそれでまず間違い電話の人は電間違い電話じゃなく電話は俺の機種変えた時にその人の電話番号が俺の電話番号やったから何遍もその。あの電話かかってくるんだよ、はいはいはい、そうって言うと違いますね、はいはいはい、で俺って名乗られへんやん、まあそうですね、うん、でそのしまいには娘から電話かかってきたやん、はい、向こうの私が変わるだと、はい、お前おかしいやんかと、はいはい、娘俺もちょっとカチンときて、はい、じゃあな誰やのあんたって言うからお前から電話しといて、うん、誰やのあんたは何やほんまや、ね、そりゃそうだほんで、まあ、真相は分かったんやけど、うん、あの何たん02で行ったらお父さんの電話かかるようにしてやった家、うん、あの会社の電話で短縮ダイヤル短縮ダイヤルとしてあったやん、うん、だからもう変わってない思ってかけたら俺やったいうのね、あほんでえらい喧嘩したんやん、はい、でほんまは誰やいうのが分かって、はい、その人と実はお宅の娘さんと俺喧嘩したんやけどって言うて、うん、でその娘は結婚するから、あすごいだからへえそれでまあ行って姫路やん、うん、すごいそれちょっとおもろいやん、いやまあすごいですそれをやろうとしたんですか、いやロケであのお邪魔した田舎のお宅のあのその息子さんが結婚するから結婚式の司会やってほしいって言われたんです、うんうんうん、でもそんな普通断るでしょ、まあまあ、でもねもうすいません軽省略で行かせてもらいますけどもう頭の隅っこにもうねちっちゃい鶴瓶がおるんですよお前それでええんかとお前それ断るんかおもんないなお前みたいなのがねいやそれは断ったらええねんいいんすかねちょっと俺書くわそれは断れ、はい、まずいいこれは断っていいといやこれはで俺断るの断るよそうなんですね全部 OK だから全部 OK じゃないあいやそっからもうオープニングから聞いてたら全員に抱かれんのかなと思ってじゃいや俺は案外身持ち固いよそうなんですねすいません失礼しました、はい、絶対向こうが土足で入ってきたらめちゃめちゃしばくよ
お前、はいはいはい、お前何言うとんねんってなるやんか、はいはい、だからそこはものすごい、だけどこの人はそういう気持ちじゃないと思うから、あのもうだからよと思うわけやん、はい、だからまあそうやん、お前もそうやんか、はい、お前がもし落語というものを利用してこの世界入ってきて、はい、そしてその利用によって飯食おうとしてんやったら、はい、俺はそんなお前に対しては言うと思うよ、はい、それちゃうよと、はいはいはい、それどんな形であろうが、はい、やっぱり落語に貢献できることを持って入らないと、はいはい、話し方ってみんなそうやから、はい、師匠に貢献できるっていうか師匠が喜ぶことの継承やから、はい、そやからこんな長いこと続いたよ、はいはい、だから何も見返りは求めないわけやんか、はいはい、でこっちも、まあ、鍋厚、そやから師匠が喜ぶんやったら鍋厚でもどんどん作ったらいいの、はいはい、師匠がお前行け、それ行けやって言うのやったら行ったらいいわけ、はい、うん、だからそれはあの食うための手段としてやってるのはよくその若手の芸人で全然金ない時食うための手段でやってると、それがずっと継承してそれでどんどんそのそういう根性になってしまったらあかんわけ、はいはい、そうやろ、わかりました、でそういう人ってあの顔歪んでくるじゃないですか、いやあの縦にも横にも歪んで、僕あの大丈夫かなと思ってますけど、あの歪んできたら皆さん教えてください、あの視聴者 あのリスナーさんでもいいです、あのこお前最近歪んでるよと、いやいや、はい、いやそうやし、どこにでも戦っていく気っていうのがあるから、はい、やっぱり出てほしいのよね、いろんなテレビとかいうのも、はいはい、いやもうそれはサンドで出ようが、はい、のの鍋厚で出ようが、もうどっちもしたらええわけ、はい、それは心に本当に落語というものに貢献しよう、あのサンマあれ本当に落語というものに貢献しようという思いをずっと持ってんの、あれ俺落語家や思うで、あれへえ、ほんま、そうなんですか、いやでも今は一時そんなん言わへんで、はい、言いよれへんで、それはでも一時俺とな、もうにどないしまんねん兄さん落語を置いて言いようたことあんねん、へえ、うん、でいやもう、いやあのさんまの師匠がもう落語協会から離れてたから、はい、で俺ももうちょっとね、落語やってない時期やって2人で、それであの世にも奇妙な物語、はいはい、もう俺も出てあいつも出てた時のなんかどっかの団地のところでずっとあの撮ってた時やってんけど、2人でずっと喋ってこんなんあってなこんなんで言うて、で落語をどうしようか思っ、まあ、もうこっちはねさんまはあので落語の話してたよ、落語会とかについてのどうのこうのっていうのを言ってたら、はい、こっちのおばちゃんが鶴瓶ちゃんって言わはったんで、さんまはさんまちゃん言われても全然無視して、その先輩が落語の話してるからずっと、はい、向こうが鶴瓶ちゃん言うんだから俺、あどうもこんにちは言ったら、兄さんやめなはい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 、何やそれと、はい、そうです、怒られた、そうだそうですそれはずるいです、今こんな話してんねや、はい、絶対怒られたことあるで、だ気持ちはもういやいやもう俺はね、もうなんかちょつがいみたいになってるのパッカパカなってる、パカパカだって言われた反応どうもって言ってなってる、悪気ないねんけどな、えらい怒られたでもあいつだから師匠がずっとこう教会でどうこう言ったらずっと入ってるよ、ね、そのだからあんな強いもんないがなんなな、あいつがあいつが上方落語協会員じゃないのよ、はい、でも員であってほしいよね、あんなん強いやんか、いや僕もほんまそうです、なあ、ほんまそうです、あんなん強いで、あれ落語のイメージはだいぶまた変わってくるでしょうね、そうそう、落語せんでもあれも落語やもん、あ、うん、俺もある時言われてもその、まあ、パペポとかいろいろずっとやってたから、お前その落語せんでも気持ちは落語やからってよう言われたもん、いやほんまそうですよね、だからそういう精神は持ってるか持ってないからね、はあ、まあ武神兄さんがそうやわな、もともとがそのテレビずっとやってはったのにもうずっと落語やからね、神経が、いやすごいっすなあ、はい、食べ物興味ないっす、でないですね一生、もうあのネタ書くのにもうあいからあの弟子にあの下の方が弁買うてきてみたいな、あんな偉いお金持ってる人が他弁食いながらずっとパソコン打ってるんですよ、こっちの方が、そうなんや、こっちの方がもう言ってるわけよね、だからいやあのたけしんさんもそうやんか、はい、小説書く、映画撮る、うん、ね、あのそれ落語を、うん、その落語のことを聞く、うん、なもういろんなことしてんねんもん、でももうだからこうかかりっきりよ、うん、もうすごいっすね、
なあ、うちの師匠はあのそうですね、あの一回あやばいと思ったんが、あのパソコンでいうこのウィンドウですか、うん、あれ7つぐらい開いてる状態で、はあ、あの天才ハッカーがいじるような感じね、で全部動いてる感じ、はあ、で7つぐらい多分考えてないまみたいな、その分子襲名あたりの時だから、7つのストーリーを同時並行であのやらなあかんことが7つぐらいあって、それを全部同時で考えてる感じがしてて、あので分子襲名もあったから大変で、であの新婚さんいらっしゃいの収録現場で、新婚さん今年で何周年やみたいな、まあ、何年やみたいな、うん、で40何年です、ああそうか、新婚さん始まってちょうどほな何年何年って言った時に、うん、あバグったと思ったあこれもうほんま考えすぎていろんなこと考えすぎてあ師匠休んでほしいと思って、あとりあえず師匠寝転んでほしいと思ってスタッフマウと思いました、まあ、危ない、はいはい、危ないって、だからすごいですね、いやいやすごいと思う、まで追い詰める、はい、もう追い詰めるよりもそれはもう好きなんやろな、だからこっちでこう俺らはそこまでじゃないけど、こっちでもの考えてんねんけど、ここやっとかなあかんから、ここをもう出来上がってると人は思ってるけど全然出来上がってないから、こっちの作業しながらその落語のこと作ってるっていうところあるよね、あほんますごい、もう出来てんねん、出来てんねんけどちゃんと出来てないって思ってんのよ、はい、出来てんねん、もうこれ人が見たら出来てんねんけど、ここにて出来てないわけやんか、あそまあまあね、それお兄さんと全然ちゃうけど、うん、そういうことをずっとしながらやってるわけが、それでまたテレビやらなあかんしやな、はい、ツアー出なあかんし、はいはい、次のネタ作らなあかんしなね、はい、おすごいですね、だ古典もどれかかろうとかね、うん、おそういうんだよな、はい、おいやだからもう第一声の人はほんまにあのもうすごいです本当に、はい、売れてる売れてないって関係ない、あのその売れる売れんのよりも自分の今の気持ちのそのここまで持ってきてる気持ちがね、もうまた一から戻ってしまうのが嫌やから、もうここの気持ちをずっとやってんだよな、お兄さんなんかでも、おお、どうやでずっとそういうことを多分考えてはる思うよ。で人のこともまだ言うたはんねんから、そうですよね、でそれでいて教会のことやってるからね、あ兄さんもやめ、もうやめんやったら俺もやめさせて言うて、だから兄さんやめたあと俺もやめたからね、 あれはものすごく楽なったわ俺も、木曜の日の会議一回も出られへんと思いながらも次のことやらなんか思うからやってるからね、でお兄さん俺にやってほしい言うたから、いや、はい、とにかくやってくれって、もうお兄さん出れないねんけどって、まあでもその関係は、まあ、指定じゃないけど指定に近いよね、うん、分子鶴瓶は、まあ、仲いいですよね、はい、ああそうそう、はい、でまた向こうもあの池田の会なんかをあの、まあ、手伝ってくれ言わはるから、まあ、俺でよかったら行けるっていうんで行かしてもらったりするしね、うん、だからその辺は、で今年なんか台風で無理やったよね池田の会、はい、あの無理やったよね、あの流れました一回延期になりました、そやろ、はい、あれやっぱりね俺の念力ちゃうかな、違うそこまで動かせるようになったんですか、違う違う違う、そういうことで、ね、俺もう飛び入りしようもんだよ、はあ、あそうなんです、その朝だから行けなかったけど、というのは春間富士の断髪式があって、ああ春間富士がずっと若い時から天の時からやってたし、もうそれはどうしても来てるからね行くわと、でも何番目に出るか分からへんわけ、うん、でまあこれぐらいやなと分かったら飛んで池田出れるからいいんで、はい、で、あの池田の責任者に出れるかも分からへんと、はい、まだ言わんといてと、はい、出れるかも分からへんから飛び入りで出ていいのって言うて、ほんだら出てって言うから分かったって、で出れる、まだ言わんといてやって言うたら、もう行かれへんやんか、もうギリギリやもん、あの断髪ちょっと切ってばあ行くねんけど間に合えんかも分かれへんだけどその名前出されたら困るから思って、うん、で行こうとかややこしになったら台風で飛んだ言うから、いや飛んだことはあかんねんね、うん、せやけどあよかった責任ね、あれせんでよかったわと思う、うんうん、あの断髪式の時にそんなこと考えてはった、そうそうそういやいや、まあこれはもうお兄さんのために、うん、まあ、これはだからお兄さんにも電話したけど、うん、行こうっていう、そんなだから仲いい話し方同士はみんなそうよ、うん、それぐらい自分がどうこうじゃなく、やっぱりそれぐらい気はあるよね、はいはい、うん、本当、いやこれ
でも鶴瓶師匠ぐらいじゃないですか、これこんな数少ないんじゃないですか、あんまりそんな人、まあそうかな、うちのおやつさんはそういう気の人やった、ね、あいやなんかもうさ、もうだからみんなついていったん、多分そういうことなんですよね、うん、見てたらわかるこの人、うん、気持ちみたいなね、うちのおやつさんはそうやったから、はいはい、うん、ほんで今回俺あの鶴瓶生話も前にちょっと入れたやんか、その時にうちのおやつさんノートが出てきて、はい、だからそれでそのノートにやっぱりこいつはこういうやっちゃって俺のことを褒めて書いたんだ、めっちゃ嬉しいっすね、これめっちゃ嬉しい、ね、やっぱりこいつはこういうやつやったんやっていうのが、まあ、具体的な言うたらやらしから書いてあった、え俺に一回もそんな言うてから言わないのがまたね、もうなんか嬉しかったよ、嬉しい、それは嬉しい、夜そんな見ててノートが出てきてずっと見てて、いやこれこんなん喋ろうと思って見てるわけじゃないやんか、こんなノート出てきたわ、みたいな、入院中に書いてたノートでずっと出てくる、ね、6月いっぱい書いてはって、そっからちょっとダメになって9月から完全にもう、まあ、死に向かっていくわけやけど、その6月の1ヶ月間があの俺らが行った時のことを書いてあるわけよね、うわこれすごいよ、これすごいすごい、やもう泣けなかったですか、まあまあそれは泣いたいうかもう、いやもういいじゃないですか、もうこの泣いたこと恥ずかしくないですって、いや泣いたいうよりね、逆に言うとこんなこと思ってた、いやびっくりしますね、はい、もうびっくりした、だから夜から見つけたからずっと見てまうね、ノート一冊のノート早寝なあかんねんでね、ずっとうわどうしようとか思いながら見てたから、もうこれは嬉しい、そういう人がおったし、はいはい、うん、これほんまそう思うんだけど、はい、その人の人生がまだこの中に残ってるのがすごいやん、あの諸閣の人生がこれは口はばったいけど俺の中にもう残ってるわけやんか、うん、うん、ということはもう諸閣という人がまだ俺の中に残ってるから、うん、それはもうすごいことやわね、考えたら、うん、すごい、だからまあ多分サンドの中にも、はい、まあね、文枝のお兄さんのあれはずっとこれから残っていくやろ、いや残ってます、あのほんまにあの好きなところもいっぱいあるし、うん、感謝もすごいし、であのずっとインプットしてるのはあの、桂三枝六代桂文枝のことで、師匠がなんかちょっと嫌なこと言ったらこれは文枝が言ってるんじゃない、本名川村さんが言ってんねやって思うようにしてますこれはうちの師匠が言ってませんって全部消して言ってますだからあの師匠に対してはいいことしか残っています、はい、いやいや、だからそのノートはもう死んだ時のノートやから、はい、真実やな、みんな、まあそうですね、めっちゃ嬉しいですね、絶対動かないもんですしね、うん、残してあるんですから、そうやろ、うん、まあ、あれもうちょっと生きてる時に言うといてほしいいや直で欲しいですね、はい、うん、テレビ出てる者同士はやっぱりちょっとわかるやんか、まあ売れてる者同士のキーいうのはね、うん、だからキーでこの世界入ったいうのは遠慮もわかるしね、邪魔ならんようにしてせなあかんなとかね、落語界で、ね、まあそうですね、一応、はいはい、変にダーンとね、まあ受けるのはいいねんけど、まあ汚したらいかんなとかなるやんか、あのチームプレーチームプレーのとこもありますもんね、はい、寄せってね、はい、うん、いやでも、はい、R1 にも出んねやろ、いやで師匠が審査委員長だったらあの出ませんと師匠にもお伝えしています、はい、あのお互い変な感じ、うん、これはまああのハッピーじゃないので、まあの、はい、で師匠もいいよ全然気使うなよって、あの別に座布団座らんでもええんやぞって言ってくださってます、うん、あいいんですか、ありがとうございます、落語じゃなくてもいいぞと言ってくださってますけども、うん、まあ、そんなこともまあ、まあ、さておき、まあ、さておき、うん、あのお互いまあね得しない、まあ、それはだからだけど俺は全然それはお兄さんがそうええ言うんやったらええと思うね、はいはい、うん、だあそこへ出れることがすごいやん、あの他の人と戦うことが ね、 そうですね、戦う話し方がやっぱ少ないから、うん、あの R1 言うといたって話し方はそんなに出ないわけよね、うん、そうですね、だから師匠が審査委員長ちゃうかったらじゃあ誰がってなったら鶴瓶師匠なんかもうすぐ断るでしょ、いやもう絶対そんな言おうせよ言おうせよほんまに審査員審査員これちょっと今ちょっと
ざわつく業界ざわつくこと僕言いましたね。でこれこれ絶対寄せは知らたことないです。嫌なんですか。いや嫌っていうより俺もう何とすか友情団になるもん。あそこおもろかったけどもな。そやけどいやこいつのこれも面白いし何年何年絶対でこいつどんどんこれだんだから好きなんとかあるやんか嫌いとかなんないけど好きな笑いってあるやん好みに、はい、ありますね。でそこばっかり行ってしまうとあかんのかなとかね。うーんいやまあこれうちの親父さんが、はい、お前あのだから1年目の時やけど高島の若手あのコンクール、うん、ABC の若手コンクール高島ホールであった時、はい、で言われて、はい、出てそれで1年目と2年目やってんけど、はいでそれで俺あの堀之内ってイラチのあたごまいり、はい、あれを堀之内の形にして あ、はい、あのオートバイ乗ったおっさんが出てきたりして作ってやって、はい、うちの親さんが審査委員長でボロカスに言われて、めっちゃ受けたい、めっちゃ受けてもうまあそれはめっちゃ受けたな。中1の時からずっとやってんねんから。あでここで一回男子校を経てるから男子校の人間って笑うのんてあの限られてるわけが、うん、ある程度ちょっと下に近いことがありながらもそこに入れてっていくからもうやっぱ割とウケるわけよね、はいはい、それでいて師匠に稽古つけてもうてないから、うん、平気でやるやんかドーンと、うん、もう、はい、僕つけてもうてません何なんてやれ言われるからやるやんか、はい、やったらポロカスに言われてんで帰り師匠のとこ行くからねあのバーッと言ったらケツパーンだってお前が一番おもろかったわ言われてこれちょっと泣くで泣きますねそれをほんまにボロカスに言うといたやで、だから俺はもうそのめっちゃ嬉しかったのそれは。へえ、うん、嬉しい。でちゃんとした人が撮ったよねその時。なるほど、うん、でその時にその俺あの、文太のお兄さんが一緒に出たんやけど文太のお兄さんが撮ってないんだけど文太の兄さんがあのイラチおもろいから稽古つけてくれ言うたけど1年目の人が文太のお兄さんに稽古つけるのあれからテープ渡しますから言ってそれでテープで覚え張って、NHK のあの賞を取ったんや。なるほど。ほんでお兄さんが電話かけて賞を取ったよってお兄さんその審査その時の審査委員長俺あの香川俊夫さんにボロカスに言われたんやけどそれもまあ受けたから言えるんけど、うん、その時の審査委員長が香川俊夫やったよ。なるほど。同じやっちゃねえんだから諸国師匠に乗っかってこいつをボロカス言うた方がおもろいるでそれこっちも分かってるおもろダーダーってもうボロカスに言うボロカスに言われてボロカスに言われたんやけど、まあ、傷はついてないわなめっちゃ受けてるから、うん、ボロカスに言われたら対象が俺で、うんでほんまに、まあ、怒ったはんねんけどもそっちの方がおもろいやんそうですね。でもそれを分かれるいうのが非常にあのまあよかったやな俺も。ボロカスに言われておもろいって思う美味しいっていう、ね、それは今の子ないやろその落語家で落語それないよほんまに業界全体にそういう雰囲気ないかもしれないですね。ボロカスに言われたら沈みよるわな、ね、プロレスやと思えんしそうですね。否定それ少ないですね。少ないね、はい、美味しいと思えへんよね。はい、はい、美味しいと思ってる人は少ないです、はいうんはい、真面目やもんなボロカス言われたらそのままなんでそんなこと言わなあかんねんみたいな言われるやん。それだから滑ったらよしこっからあのいじられてスタートって誰もあんま思ってない感じがしますね。誰も滑ったことを誰かいじってくれって思いますもんね。はい、あだから違うのよバラエティのルールと落語家のルールっていうのはちゃうのよね。真面目になってるんですかね。すごく真面目になってるいうから何やろな思んないねん。シンプルお前なんで誰でも使ってる小話をその前に何遍も使うかとね、俺は見ててもそれで「いやおじさん何分で終わりますわ早いこと終わりますわ」言うねんけどずっと小話言って初め受けてんねんけど受けんようになってガー受けんようになった時でうわー伸ばしてんのよ。はは俺言わへんねそんなんは言えんけど「何してんのこいつ」って思うよ。お前暇やろ言うて暇やねん。まあ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 デリケートな難しい問題なんですよね。で僕が、はい、あのちゃんとリアルな
小話をちゃんと使ってもいい時もあるのよ。はいはいはい、はい、それ全然あかんじゃないのよ。昔からあるのを使ってもいいのよ。でももっと違う工夫があるやろと思うね。それだけっていうのがあってことですね。いやだから なんて言うんですかね、あのそうですね、時と場合というか、そうそう、なんか僕もなんかそれやりたくないんですけど、でなんか先輩方にトップバッターはお客さんがどういう状況かをあの知るために、後ろの人がの出番の人が知るために同じ話をして、でこの同じ話小話でこれぐらい今日のお客さん笑う、そんなに受けないっていう状況をあの他の出番の師匠方先輩方に伝えるためのことをやって聞いたことがあって、あそっかなるほどなと思って、あのすごい嫌やったんですけど僕もやらなあかんなと思ってやったんですけど、でもいやいややってるから受けへんようになって、いやでもね、何のこっちゃ分からなくて、その夜めっちゃジンマシン出たんですよ。サンドがそれやってしまうとおもろないと思われるよ。うん、そうですよね。まあやっぱり期待する人がおるから、はい、知ってるし顔も、あのこの子がこれに移りやってんな、その小話やってんな、滑ってんな、やっぱこの子あかんわ。落語家になって面白くなってくなったっていう判断になってしまうと、うん、落語ってじゃあ面白くないんだっていう話になっちゃいますよね。そうそう、それはなんか悲しいですね。それはダメダメです、ね、はい、落語はもうすごいです、面白いし、うん、未知の可能性がすごいいっぱいです。俺一回でも若い時は、まあ、めちゃめちゃ自分で言うのかめちゃめちゃもうむちゃくちゃ、まあね、むちゃくちゃってルールの中にあんねんけど、ダーンと受けて受けて受けて、それを今の春男児に渡したら、春男児が出る時にむちゃくちゃ仕上がって言って出てきた。いや今の春男児ですよ、四代目春男児ですよ。むちゃくちゃ仕上がって言って空気で降りていったよ、上がっていったよ。だからあのだから出るときは必ず後ろの春男児をいらって、俺が前やったら絶対色で向こう出やすいようにするけどね。ああ、うん、面白いですね。そのなんかあの暗がりでなんかその劇画タッチな顔が浮かんで面白かったさ。めちゃくちゃ仕上がって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 、お客さん喜んでんねんけど、ね、そうですね、そこをまたね持っていかないとあかんわけよ、はい、でも受けたらええてなもんやないのはよう分かってるけどね。だからそれからあの僕が出るときは必ずその後ろの、まあ、その当時の春之助兄さんのことをボロカスに言って出やすいようにして出るっていうかね。それはもうやっぱりねルールとしてしてるけどね。そんなえっ、ー、と誰かと会やるいうことはやってるやろ。 あります、あの誰とやってんの。東京ではあの笑福亭ベベさん、あベベさん、ベベさんと2人で4ヶ月に1回ぐらいやらせていただきますし、あ1月27日繁盛亭で雄平兄さんと雄平である2人会やらせていただきます。雄平、はい、と、はい、それで雄平が頼んできたやろうか、あの別の会の打ち上げで一緒になって、で雄平兄さんもめっちゃいい人じゃないですか、なんか、なんかなんていうんですかね、大胆かつ繊細というかがさつな感じもあるんですけど、すごくなんかねデリケートな部分もありますよね。ないですか、妬みやん。妬みなんかね、あのおもろい妬みやけどね、はい、いやこんなんあのちゃんとサンドさんって言ってくださるんですけど、サンドさんに二人会やりたいって言ったら、なんかチケット売りたいからと思われたら嫌やし、なんかね頼めないんですけどやりたいんですよねみたいな、あの誘い方香ばしいや分かりました、やりましょうよってそんな思ってませんからいやぜひやらせてくださいっていう、あの、まあ、チケット売りたいのもあるけどねいやない、思われたくないから思われたくないから誘われへんけどやりたいんですよねみたいな、はい、大胆今までやったことあるの。あのないんです、ないんです、初めて、はい、まあまあでも自分の弟子やから、弟子やけどね、おもろいよあいつのものの考え方とか、はい、あのベベもそうやね。はい、そうです、あの、うん、すごいベベなんか刺激をもらう、ベベももらうし、あのサンドももらうと思うよね。もらってます、ずっともらってますし、うん、はい、なんとかあのベベさんと、あこれ、あ
あ別にいいか言っても、いや言うと全然ベベさんと、うん、あの落語がすごく合うんで2人以外、あの肌が合うというか、で全国ずっとベベさんと2人で回りたいなと思って、でお寺がいいなと思ってるんですけど、でこれちょっと僕吉本 でベベさん、うん、まあ、小さい事務所 でこれなかなか合わせにくいから、うんうん、で、これ僕が吉本と、うん、ベベさんとこの事務所、あの業務提携みたいなんで、うんうん、まあ、両股じゃないですか、 今まで業界でそんなのなかったと思いますけど、うんうん、両方所属したら、あれベベさんと全国回れるんちゃうかと思って、うん、吉本のすごく偉いさん、あの、うん、吉本興業の社長さんに、あのすみませんこう思ってるんですって5秒であかんって言われまして終わったんですけど、はい、でもそれぐらい僕ベベさんとあの回りたいなって、まあ、刺激もらってます、はい、まあいつはね、あれですよ、やっぱ空気の読み方やんかね、はい、あのそれは非常にうまい、うまいやつやね、うまいやつやけど、はい、ただあのもうええ加減なとこあるからね大丈夫ですか、ええ加減なとこあるな、ええ加減なとこあるから3回ぐらいクビにしたいまあそういうことですよね、はい、それはそういうことや、はい、そのね、ええ加減なことまああるねんか、それまあそれ3度目ね、まあ、まあまあちゃんとしよったから名前はいうことになったんやけどね、はいはい、うん、で そっちはえって怒られたことあんの、分子のお兄さんに、僕ですか、はい、あんまりお兄さんはそんなぐじゃっと怒れへんよ、はい、あの僕の趣味で、あのね、あの、まあ、今弟子が22人、そんないるんですけども、あの分子一門22人なんですけど、うん、え、3度はな、僕が18番目です、はい、ちょっと上になったよな、はい、そうなんです、あのトントントンと増えたんですけど、で22人で、で好きな、勝手に僕は師匠が好きな弟子ランキングを作ってるんですね、うん、で1位から5位がこれ A ブロックだから A の1から A の5で、6位は B の1で B の5までいて、うん、CD で E まであるんですけど、はいはい、今ずっと考えてて僕はまあまあ気に入られてまして、うん、B の2に、うん、そんなに怒られないです、でちなみにあの先ほど名前出た三四郎さん、どこに、C の3です、ね、だいぶダメ、だいぶダメです、だいぶダメ、だいぶダメな、はい、あいつだからもうずっとビビっとるもん、はい、であれはね、コートみたいなのあるんですよね、枝桜だよね、うわー言いにくいの、いや言いにくいあの三四郎さんとはこれ悪口じゃなくて、二人で僕、うん、あの三四郎さんに直でめっちゃ嫌われてんなって言うてる話、江田三郎兄さんのことはあの兄さんとも喋ってないんで、はい、まあ D なんですけどね言うてもた言うてもたより、まあ D で喜ぶやつやないからな、あいつ、そうです、なんで俺が D やねん、はい、そうです、うん、すいません、江田三郎兄さんほんますいませんでも兄さんは D です江田三郎俺が言わしたいそうです、そうしてください、すいません、ほんまほんま、あそうか、でも江田三郎に怒ってるのって怒ってんねやろな、やっぱり、まあ、怒るタイプはではないです、江田三郎兄さんで怒られる、うん、で僕もまあまあ気に入られてるんでないんですけど、で一番気になられてるの誰やねん、あの僕の一個上のお兄さんです、サンゴさんです、うん、あ語学の語って書いて、日本語の語でサンゴさん、はい、サンゴな、はい、まあ師匠好きですね、いられてますね、確かに、サンゴでも俺も好きやけどね、はい、うん、サンゴ ね、いやだからあのだからサンゴとの関係はどうやの、あ僕あの全部弟子修行を教えてもらった人なん で今でも二人会あの兄弟会やってますし、一番大事なのはすぐ上と下とで仲いいことよ、あ、はい、俺とかまあ兄弟子七代目の初学やって俺やったから、普通はそのねちょっと上とは仲悪いのよね、あそうどの系統としてはね、でも俺とかもう異常なぐらい仲良かった、あいいですね、うん、だからなんやろね、その同い年よ、うんうん、同い年やねんけど兄さんやって、うん、でそだからものすごくもうものすまあええ人やったからね、うん、ものすごいフォローしてくれたし、あ、うん、はい、まあだから、はい、でこう言えとかお前今師匠今言えと今稽古してくれ言えとか言ってね、タイミングを教えてもらえるのは嬉しいですね、言うたら嫌 やって言われて今じゃなかった、いやいやって言われたけどいやでも
ものすごい良かったね、兄貴とはね。じゃあさらに三五さんのことは大事にします。そうそう、大事にしないと絶対あかんと思うよ、はい、いやもうあの感謝はしてるんです、うん、ほんで普通に仲いいんですけど、うん、で人に好かれる天才やなと思ってて、うん、いやでだって師匠は、うん、鶴瓶師匠は人に好かれる天才なのにその天才が好きって言ってる三五さんってであれね、まあまあ、あれめっちゃ俺のね、はい、あのファンの子がいてて、はい、俺のファンの子が、はい、もうこう言うたってもう60過ぎてるけど、その人が、はい、うちのね、めいがね、はい、あの就職ないねんけど、どっか世話してって言わはったよ。で、就職は世話できへんけども、はい、あの、契約でやったら入れれる出てきたのが田辺やねん。そういうことか。ほんで、まあ、かやらしい子やんか。だから、でも、俺が紹介した子やから、俺のファンの子の、まあ、ご親戚でしょ、ね、親戚やから。でも、まあ、噂になるやんか、そう、さん、まあ。だから俺がなんかしてるように思われてるやろ。すいません、俺も、思ってました。思ってた。で、その、田辺さんがね。田辺が。はい、で、田辺が、サンゴとまあすごい仲良くなって、はい、結婚はしてない、うん、あしました、結婚しました、したいな、結婚しよう、はい、あやったの結婚しようって、よかったな思って、誰もその田辺には声かけへんかったんや。なるほど。俺の周りまで誰か聞いたんやね、俺が紹介した人で教会入ったからね、はいはい、うん、だ結婚されたんで、あ、何もなかったんやなって知りました。何かあったらしないじゃないですか。そうそうそう、田辺さんもね、はい、うん、俺なんかそういうのは疑われるで、まあまあまあ、どうなんですかね、疑ってた、いや、まあまあまあ師匠も、まあ、お嫌いじゃないでしょうし、いや全くそういうのはないって、だからうちのものすごい、だからえらい感謝されたよと、もうその子にはね。そうそうね。よかったです、ほんまに。うん。いや、だからよかったよね、その結婚して。はい。だからまだ、披露宴まだやってないので、うん、まあ師匠もね、もう、まあ、じゃあ、それは司会クラスですよ、ね。司会は、下手やわ。なるほど。紅白の司会までやった人が、そんなわけないでしょ。いやいや、若手の頃からやってるのに。いやいや、すごい下手。お前、そういう司会やったことあるの？結婚式の司会とか。いやいや、ありました。うまいやろな。いやいや、下手ですよ。もう、僕、痛いんで、余計なことを言ってまうんですよ。だからその親族のね、酔っ払ったおっさんとかにね、噛みついてまうんですよ。痛いから。じゃかしおっさんとかね、言ってね。いや、それはも盛り上がるんですけど、うまくはないじゃないですか、これ。はい、だから、いや、うまい人は、うまい人、なりたいです。司会うまい人。はい。なあ。なりたいです。はい。落語やってたら上手くなれると勝手に思ってるんですけどね。いや、でもそれはちゃうんだと思う。テレビの司会とかともあれなんですか。またちゃうやろな。俺もそんな、いや俺も自分でほんまに下手や思うわ、その司会。いや、だから司会という形でやるって言うと下手や思うわ。だから金もらわんと連れのやつでやったらまあまあいけると思う。なんか、いや、まあ、金もらうないよ、その司会やってから、はいはい、うん、結婚式の司会も、はい、金なんかもうたことないけど、だからそれはいけんのよ、連れに金借りてたから俺しかやったろよって、自分がまあ、やるでって言うた方がうまいこといけるね、へ、やったるわ言うて、ほんで向こうがどんなんしょんねやろうと思うと、まあ、今まで見たことのないようなむちゃくちゃな司会するでも喜ばれそうですね、はいはい、見たこともないようなむちゃくちゃなことしたいやんすごいな、そういう師匠好きです見たことのもないようなめちゃくちゃなことね、いや、でも確かにずっとそういう感じですもんね。だからいつもなんかワクワクしたいと思う、はい、そうですね、しかもそれ見たいってこっちもワクワクしますね。そうですよね。なんかあるんちゃうかみたいな期待もしちゃいますよね。なんか、ね、うん、でも余計なんでしょうね。それ。それはあれどうなってんの？その今のそのなんていうか、バラエティ出る時なんか、もちろんサンドで出たり、はい、鍋、まあサンドで出てんねんけど、その向こうの話し家じゃない、はい、例えば松本とか。はい、他の、ね、はい、今田とか東野とか、はい、どういう感じで対処してるの？いや、もう全然普通です。もう普通にやってくださってます。三度どの子の、はい、で、まあそうですね、向こうからは落語家の悪口聞きたいなぐらいです誘われますね。でいかんようにしてます、そっちの庭にはね。で僕は
あのやっぱり何かあったら師匠が恥かくので、あの、うん、師匠の教育悪いなとか、あ僕が行儀悪いことをしたら、うん、そうなるんで、まあ、ちょっと今ジレンマはあります、はい、あのどこまで調子乗ってんかなみたいな、はい、あります、はい、だから俺考えたら あんな血気盛んな時期に諸学の弟子になったわけやんか、はい、むちゃくちゃやってんねんけど、はい、おやっさんはそれは何も言えなかったからね、はいはい、そこに関しては何もおっしゃらないですね。うん、そうやな、いっぱい叱られてはいるけど、そういうことでは叱られない。それは何、あの頭も何も言えなかったからね。すごいですね、アフロをね。だから、いや、でその中になぜそんなん言わへんかったのか、それで怒ったあったんやけども、ノートに書いてたわ。理由はですか？理由っていうか理由じゃないねんけど、ああそれ差し支えない範囲で、いやこいつはもう、はい、こいつには稽古も何もつけてないけど、うん、まあ具体的に言うとつけない方がいいんだと、はい、うん、こいつはつけない方がいいんや、お前はお前で絶対にやっていくからって書いてあった。へえ、縛りつけんのに。そう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 、だからそれは書いてあったから、もうちゃんと、まあ、本にも出てるし、それは。じゃあ、 ある意味そういう風に育てられたってことですね。そういうことですね。ね、うん、はあ、めっちゃかっこいい、うん、だからそんな思ったはったやな、だから何もそういう面では言われへんかった。で人の前で怒るからね俺は、はいはい、人の前でむちゃくちゃ怒ると怒られ方がうまいねやろね。はあ、うん、ちょっと笑わしながら怒られるやんか。天才、これ天才です、ほんまね、はい、だから周りが傷つかない怒られ方みたいなの、うん、そうですね、例えば、うん、それまあまあ分かってはないねんけども、うん、よう俺裸になってたわけやんか、その頃、うん、その頃宴会でね、うん、宴会でで忘年会でえらい盛り上がって他の人も、はい、お客さんもいたはったんやけども、まあ裸になるやんかこれいつものように、はいはい、そしてうちの師匠のうどん好き、前にあったうどん好きのうどんをチンチンに巻いて踊ってたら、うん、タイミングで何食いもんをそんな、うん、巻いた時やで、はい、真ん前に怒るからそうですね、手をかけた時点で、ま、巻いたまま直立不動で立ってた、はい、その光景が、はい、周りはめっちゃおもろかったやろけど笑えないそうですね、で分かってやったら多分、はい、うどんぐるぐるっと巻いたままずっとするんで、こっちもこっちも、うん、あ、すみません。普通だ外しますけどね。いや、いや、もう、怒られたら。いや、それがおもろかったの。すみません、すみません、って言ってんねんけど。ほんで、小さい子で隠しが、兄さん、背中泣いてますね。かましたよ。もうずっと巻いたままずっとやってるっていうかね。ちょっとすみませんでしたって言うたびにうどんもプルプルって動くしね。だからまた。だからそれはね、ほんま多分今から考えたら分かっ、巻く前に普通はね。とか、うん、飯食ってる時から、うん、あらなんだとか言うやんか、うん。ちょうどそのうどん取ってちんちん巻いた、うん、だらんとした状態の時に、はい、えっとだだから言って言い出して、はい、俺は直立不動だって巻いたまますもん先生。見事な猛獣使い。いやいや、怒られ方ってあんのよね。はい、うん、いやほんま、いや怒られの悲惨な人いますもんね。怒られ姿がね、はい、はい、怒られ方があんねんって。面白い人って思うんですね。だから怒れない人もあるわな。全然人前で怒ったらあかんから違うところで怒られる人もおるわ。そう、だから それはもうおやさんもよう分かってんちゃう。うん、いやだから六角兄さん言ってね、六角さんね、もう真面目っぽいちゃんとした人やんか、うん、その人はもうおやさんには全然怒られへんかったっていうのよね。ただお兄さんに聞いたら、いや陰で怒られたって、絶対怒られたね。じゃあ本当その人によって分けたかったんですね。そうそうそう、はい、陰で怒られた。いや師匠すごいってなりますよね。うん、だからそのそれぞれの育て方あったよな。武士のお兄さんもそうやと思うよ。はい、あの表だって怒られる人、うん、陰で怒られる人いらっしゃると思います。うん、はい、僕この間、うん、僕ほんま、まあ、41で弟子入りしてるんで、うん、あのもう大人やし、うん、で師匠が30分後何をするかというのも予想してやったり、うん、で一生懸命あの、うん、もういやいやじゃなくてこう前のめりでやったんで、うん、あのもうこれゲームや、うん、弟子修行っていうゲームやと思ってやったんで、うん、
めちゃめちゃ自分で言うのはあれなんですけどできるんです、はい、まあ、それはまあ違うことでもやってきたし、はい、経験がありますからね。これほんまにあのボケじゃなくてほんまに僕今リッツカールトンで働けるぐらいレベル上げてるんです修行したおかげで。でこの間、うん、ちょっとあのその NHK 賞を取って師匠も喜んでくださって、うん、お祝いのご飯行くぞって、うん、あの、うん、ね、あの、うん、お祝いしてくださって、で僕もちょっと調子に乗って今日はちょっといけるんちゃうかなと思って、うんうん、あのいやその失礼なことを言うわけじゃないです、うん、あの陽気めに喋ったんです気遣いももちろんする、うんうん、でもうちょっと前あの気遣いが前出すぎて、おいサンドとお前は大人すぎるからあかん嫌いやって言われたんです、珍しい怒られ方、お前は大人すぎるって言われた、大人すぎるどうしようもないいやでも難しいよな、40過ぎで入ってて、それでその何にもなくアホみたいに なって怒られる方が、まあ、あの師匠にお前何分かってへんかって怒ることの方が師匠は怒りやすいわけですね。まあ、そうですね、はいはい、怒りやすいだから俺らうちの弟子怒りやすいやんか吉田さんもあんみたいなやつばっかりです幽閉もな、幽閉で怒りやすいやん、はいはいはい、ただその怒ったあかんやつもおんのかも分かれば ね、まあ、そうですね。だからアホみたいなことでなれるいうのはね、はい、例えば幽閉の場合そのなんていうの金のことばっかり嫌がってね、うん、最後にあの部屋に置いてあった自分のバッグを持って鉱材上がりそうになるからお前俺と一緒にいてんのに、うん、なんでお前そのバッグ持つねんよ、いや取られたらあかんから言うからお前それ俺取んのかとそれでも持っていけるからね、はい、あいつ分かるやろ、それでも人疑いよねそんな人やけど怒りやすい、怒りやすいね、そうか、だからこそか、はい、嫌われてると思っとるよあいつあ、なるほど、完全に、はあ、愛されてるでいいですか、まあ、愛されてる、いやもう今気づいてますから癒してあげてください、愛してますかいやいや俺でもまあみんなあのやめさせない、うん、よね、そういう意味ではね、うん、もうダーンと怒ったらやめさせますけど、うんうん、でもまあほんまに師匠のお弟子さん、うん、先輩方と喋ってたら師匠のことがみんな好きやっていうのが伝わってくるからいいですよね、取り合いっこですもんね、もうちょっとみん誰が一番だっていうのをすごくこう競い合ってる感じが、え、どうするんですか、じゃあ死ぬ前にノート書きます、弟子のために、自分でももらったんやから、いやあれ違う、俺はもうたん違うよ、いやでもあのお言葉をもらったんで、まあ、お言葉もうたんな、いやでも書かへんと思うで、そんなん一切書かへんけども、だけどそのなんていうの、鶴瓶話の時のずっとノートにいろいろ書いてるんよね、でじゃあ好きとか書いてないで、でボロカスになぜ怒ったかいう理由みたいなのは、いやそれは世間に言うてるから、ね、はい、そういうのも書いてあるから、うん、だから別に正直には何もないやろうな、はあ、もう全部言ってるんですね、言ってんねんな俺は、うん、そやしほんま言うて嫌いな、まあ、話か全般に嫌いやっていうのは、うん、まあまあ芸人も含めてそれないのよね、俺素晴らしいですね、これは正直に素晴らしいし幸せ、はい、あ、言うなるほど、その場でその場で言うし、枝三郎にも言うしね、なんで枝三郎兄さんの名前をピックアップするんですかピンポイントですか、嫌いピンポイントですじゃあ、 あいつも嫌いだな、もう言うもお前なって言うて、はい、もうだから黙ってんのが嫌やから、うん、うん、だから言うてないいうのはもう何、あ、なるほど、うん、それはある意味だから強い人間ですね、昭和、うん、いや言えねん、なかなか言えないっすよ、パワーも使うし、まあまあパワー使うんかな、はい、でもまあ正直になるから、はい、やっぱり何もないわけやんか、はい、ほんまに言うしね、うん、いや、できます、その生き方、だから同期がもうな、ヤクザみたいなのばっかりやったから、ね、わわわわわオカルやろ、はい、オカル、あら、赤ががコロクやろ、赤がが小松やろ、人福やろ、赤がそんな早い、黒やろ、はい、で文福や、もうこのメンバーやね、文福師匠だけちょっとあのクリーミー担当クリーミーちょっとクリーミークリーミーええやつなんやね、ええやつなんやけど、ね、はいはい、でもまあちゃんと、はい、おかるなんか言うてきたら二人会しようから、お前ようできんな俺とと金やろ言うて
なんでちゃうかって、おもろいぐらい、お前とはでけへん言うて、二人会知ってほしいとか、はい、なんかゲストに出てほしいとか、はい、もう金集めねえか、おい。もう僕、弟子修行中の時に、おかるさんに言われました。おい、来てくれよ、帰って言われて。いや、僕修行中なんですもん。無理です、無理です。金目のするやつみんな集めとんの。お前ほんでちゃんと稽古せえで、俺同期やから言えんのよ。稽古さあおいで言うんだね。だからあいつもまあある意味はおもろいんだけどね、おかるも。生き方ってまあ突き抜けてるんですね。ああほやもう生き切ってる。目ん玉がもうおもろいですよね。ギラギラした目ん玉がもう。もうなやめてしまったもんな。まあなんかいろいろございますね。あっていろいろあんな人で、ああいうそのちゃんとした人生を歩んでない人が多かったんやん、落語家って。まあね、そやろ、小松にしてもそうやん、うん、小松なんかもね、そういう覚醒剤で捕まってやで、であと葬式の時な、うん、家が徹子さんと一緒やったいうやつ、ね、徹子の部屋出たから一緒に喋ってる写真が家やねん、お前まだ片っぽ生きてはるでっていう。小松さんは悪くない気がしますけど、ご遺族の方がやっただけだから、ご本人小松イズムがみんな、まあそうですね、息子に言ってんねん。どうでもええんかね、相手のことは。確かにもうだから、そういう面ではおもろいや、まあ、おもろいやつ多かったね。はい、サンドさんは同期っていうのは他にいるんですか？はい、いますよ。誰やの同期は？え、大丈夫ですか？あ、落語の、はい、落語家じゃなかったら誰やの？あの漫才師 NSC の同期はあのメッセンジャーです。メッセンジャーと、あのプランナインの大井久馬君と私、この4人しか同期は残ってません。はいはい。メッセンジャーとおった時は今どないなの？あ、もう普通に。どっちにもうお前はそのサンドとしてなのか、はい、年功は、あ、もうタメ口でお互いやってます。お互いけどな、ややこしいですね。だからややこしいのは、はい、あの小松が一時辞めて、はい、もう死んだ小松が辞めて、はい、浅草行って、はい、浅草でピンジポンジ言うて漫才やって、はい、あの NHK の賞をもらえって、はい、この時にその2ビートとだ、まあ、一緒な感じやってん。だからあのたけしのお兄さんにタケちゃんって呼んでんねん。俺に兄さんって呼ぶわけよ。ね、その状態でね。で、俺にタケちゃんかなーって、お前のバランスおかしいやろと。俺が兄さんって呼んどんねんと。それは言うたことは分かってんか、お前。しょうがないですね、ご本人からしたらね。一緒にやってるからっていう。まあまあ、しゃあないやろうけど、そこはもうな、下になれっちゅうねん。譲らない、そんな家が徹子の部屋ですか、そんな譲らない。そういうのあるね。いや、だからそういう感じで、同期 の, その落語家さんとしては、落語家としては、落語家は林家コスメ師匠のお弟子さんで染八君、二世ですね。はい、子供 ね、うん、はい、で桂梅団次師匠の、弟子で小梅君、二世です。二世二人おるんです。本当だ、はい、でこの面白いですね、この二世同士ですっごいライバルし、そう、これが面白い。あ、そう、またなんか相乗効果でいいんちゃうかなと。互いにね、うん、はい、で、去年繁盛亭の、上方落語若手話家グランプリで優勝した米木君、桂米木米男子師匠のお弟子さん。米木やツルツルの頭、そうです、はい、でっかい、うん、でっかくてつるっぱげ、はい、もう面白いですね、はい、で、女性で、米実証のお弟子さんで仁王ちゃん、仁王の同期ね、もう面白いですね。だからで僕でおもろい5人なんですよ。何やおもろいな、それいい5人なんですよ。仁王なんてね、はい、いちゃいちゃい来よるけど、なんかもう俺の目見てよしゃべれんもんね、あれ。大ファン、人見知り、大ファンだから。でも今すごい人気ですよね、仁王さん。あ、仁王さん人気あります。あちこちで会もやってらっしゃるし、雑誌のなんかね、連載みたいなのもやってらっしゃるし。何よりでさ、いや、誰かがやっぱ同期が出てくれるのはすごいええやんな。いい5人でした。で、はい、東京に対してやっぱりね、だからその3度も東京今こなして賞持てんねんから、東京でも もっと出てほしいよね。はあ、頑張りたい。東京は誰がおん、同期いうのは。ああ、ちょっと分かんないですね。分かんないですけど、うん、はい、まあでも
なんか映像の方が若手は盛り上がってます、ね、盛り上がってるやろ。そうですか、いやいやそれはもう全然盛り上がってる。もうこんなちょっと違うんですか空気感。それだからそのなんやろね、まあ向こうのマスコミが若手の話し方への捉え方が違うもんね。そうです、はい、はい、でもプロデュースしたろう、でお客さんもなんか育ててやろうみたいなね、まあ、そうそう、いい雰囲気がありますし、まあ、単純に腕もあるし、はい、うん、はい、数も多いからやっぱり競い合うのもあるんでしょうね。すかね、はい、はあ、いやまあなんかもうみんなでバーってすごいけたらいいですね、はい、だからこっちもまあ言うたらね参戦してもらいたいよね。うん、あの東京の話し方も2人かやるとかそんなんないの。話は、僕が言えばなできるんでしょうけど、まあ、来年ぐらいからちょっと、うん、来年というか、まあ、2019年ですね、はい、今年やな、あすいません今年、から、動きたいなと思ってます。今全然動いてないんで、はい、いや、まあ、やりたいですね、はい、どんどん動いたらええやんか、気遣っちゃって、あそう、はい、なんとなく誘ってもらう方がありがたいんですけどね。ああそう、皆さん誘ってください。誘ってあげてください。ラジオで誘ってあげたらな。ありがとうございます。本当に定期的な会話どこでやってんの？必ずやってる会話。おあの僕あの大阪の鶴橋に、うん、あまだ大丈夫です。大丈夫です。一旦コマーシャルあるだけですので。はい、大丈夫だ。はい、あの貸し店舗借りてまして、そこ椅子20客しか入らないんですけど、講座も作って自分のライブスペースを一応運営してって、でツイッターでお客さん募集して、であのほんまに自分の好きな時に勉強会やるっていうのをやってて、それを結構中心にやってます、はい、それすごいです。それどこやの？鶴橋、鶴橋のあの玉造り筋沿いなんですけど、うん、はい、もうあの鶴橋の下味原っていう交差点から北に1分ぐらいです、はい、もう近いわね。なんか名前がついてたりするんですか？はい、あの勉強部屋坂市っていう名前でやってるんですけど、はい、僕のツイッターでだいたい募集してるんで。勉強部屋坂市、はい、満杯になるやろ、まあ、20人なんでなんとか、はい、はい、へえ、はい、で講座はどうしてんの？講座は日曜大工が得意な放送作家さんがいてその人に作ってもらいますもちろんお謝礼は渡しますよ。でホームセンター一緒に行って作ってくださったんです。あのナイトスクープでよう出てくる青木くんっていう、あ青木さん、はい、うん、が日曜大工っていうか、まあ、あの DIY みたいなのちゃんとしてくれる人なんで作ってくれました。講座どんなんや、じゃあうまいこと作ってんの？あもうしっかりした、もうあの青木くんがちゃんと設計してくれて、はい、もう丈夫な丈夫オブ丈夫みたいなね。そんな線でいいやん、そんなめちゃめちゃ重たいやんこれみたいな動かされへんやんこれの重たいさ、はい、普段はどうしてんのそこ。え僕の、うん、もう借りてんの完全に。あ僕は借りてます。あの大阪で部屋借りるんやったらその同じ家賃そこ借りた方がええやんと思って貸し店舗にしたんです。あのワンルームマンションからそっちにしたんですけど、うんうん、でそこは寝泊まりもしてんの？ソファーがあって、ソファーで、あの最初の頃はあの嬉しがって寝てました。あのいやこれちょっと探偵物語的な、なんかこの松田優作気取りやなみたいな感じで、ね、足組んだりしながら。でも最近も首が痛ってもう嫌になってるんですけど、はい、面白いとかやなそれ。いやなんかあの、はい、やらせてもらってます。もうどれぐらいやってんの？2014年末なんで、まあ、4年ですね、はい、やってます。あそれやっぱどんどん知らせていかなきゃ。そうですね、知らんことです。ありがとうございます、はい、ゲストも来んの？いやあのまだ呼べてないです。だ まだなぜ20人なんで、僕の懐具合ではちょっとなかなか、はい、はい、来ていただいたらちゃんとね。お客さんはどんな人？まあ30代40代が中心ですかね、うん、俺サンドに言うたら貸してもらえんのそこ。え明日ちょっとネタ下ろししたいねんけど言うて電話して。はい、ですね、気持ちは OK ですけどややこしそうなんでノーって言わせてくださいいやいや奥さんの話聞いて今ねコマーシャル中でしたけど、うん、いやそれをもうあまあ丸坊主にされるっていうのやけども、はい、それを、うん、だからそういう奥さんおもろいよなまあそうですね、面白いとこが好きなんですけどちょっと行き過ぎてるなと。やっぱりいやそんな普通に言っといてほしい。それは
あのね、なんか丸坊主の時に一回旅行したことあるんです、国内旅行で、サバ寿司に当たってしまったんですね。でね、夜ホテルでゲーゲー言ってね、でベッドにね、僕も介護しますけど、丸坊主の女がうーっつってね、のたうち回ってるんですよ。でそれ見てね、僕これ僕が愛した女かなと思ってね、えこいつがって、やっぱ引きますわ、恋は冷めますよね。いや、まずおもろいんですけど。面白い。まあ、また来てください。ありがとうございました。